日本の厚生労働官僚、上智大学教授、中アゼルバイジャン共和国特命全権大使を務めた、東京都出身、麻布高等学校卒、1980年東京大学法学部卒業、厚生省入省、保健局国民健康保健課配属、1982年経済協力開発機構事務局、研究員、 1985年厚生省役務局経済課1987年厚生省年金局年金課課長補佐1990年埼玉県生活福祉部老人福祉課長1992年厚生省保健局国民健康保険課課,課長補佐1993年厚生省老人保健福祉局企画課課課長補佐1996年 厚生省大臣官房政策課企画館1997年厚生省大臣官房政策課企画館1998年厚生省大臣官房組織再編準備室次長1999年厚生省児童課定局育成環境課児童手当管理室長2001年内閣官房内閣参事官2002年厚生労働省老研局振興課長 2005年厚生労働省雇用均等、児童家庭局総務課長2007年、厚生労働省参事官2008年内閣、官房内閣参事官、社会保障国民会議事務局参事官、安心社会実現会議事務局参事官、平任2009年厚生労働省大臣、官房審議官2010年厚生労働省政策、統括官、内閣官房内閣審議官、 平忍2011年命子供子育て、新システム推進室長2012年、厚生労働省年金局長2015年、厚生労働省雇用均等、児童家庭局長2016年以ん退官2017年から2020年、中アゼルバイジャン共和国特命全権大使2020年4月上智、大学総合人間科学部社会福祉学科教授、 同年8月一般社団法人未来研究所、下流代表理事。カトリテルユキ東洋経済オンライン。登壇者プロフィール、内閣官房教養としての社会保障機の国や、書店霞ヶ関で、改正官僚 VS、麻布官僚大戦争が勃発中受験エリート、トップ2校がのの知り合い現代、ビジネスハットトップ教員紹介プロフィールカトリテルユキ。 上智大学総合人間科学部未来研究所、ガリュー外用未来研究所ガリュー。ありがとうございます。